こんにちは。こんにちは。今日はそうはね、清水さんに決まってます。よろしくお願いします。なんかトレーナーですかこれ、セーターですね。セーター。はい。まあこれからね、冬の時期に入っていく中で、うん、セーターっていうね、うん、軽くて動きやすくてあったかいというので、うん、まあ、非常に重宝するアイテムだと思うんですけど、ね、セーターってあんまないですよね。そうですね。ポリエステル 100% ポリ100の、はい、裏側が着物になって非常にまああったかい。あったかいんだ。セーターです。なかなかなんかこのね、なんだろうこの。ちょっとミリタリーっぽい。ミリタリーっぽいね。色はこれ、これネイビーです。あとはあとブラックとアーミーですね。アーミーね。まあ本当にミリタリーテイストなカラー3色です。3色なんだ。でこれただの、セーターじゃないです、うん、この両肩と両肘の部分ですね、うん、ここに、コーディラ、うん、コーディラね、カバンでよく使ってるナイフですね、はい、そうですね、非常に丈夫な生地を使ってます、ね、うん、ですので、まあ、ちょっとした軽作業する時の、うん、まあ、作業の時にですね、うん、まあ、非常に丈夫、擦り切れにくいと、うん、どうしてもセーターっていうとね、うん、ちょっと脆かったりするんですけども、確かにね、まあ、こういった特に負荷のかかる部分にコーディラを貼ることで、うん、現場でも使用ができると、うん、そういったアイテムになっています。いいですね、ワイシャツ上からいいですもんね。そうですね、本当に普段着っぽく着ながら、うん、ちょっとした軽作業ですね、事務所でこう動いててもやっぱこう肘の部分擦れたりして、ここがね、ピーニングを起こしたりとかっていうことがありがちなんですけど、弱いからね、確かに。その点でこの辺は丈夫さを出して、うん、いいですね。これサイズなんですか？これが L サイズです。 S ミさん175の70センチぐらいですね。170キロ70キロぐらいですね。あ、で L でいいんだ。はい、L で。あ、いいですね、はい、どう一緒待ってますか。はい、あ、後ろ何もないですね。はい、ね、じゃあ回ってもらって、これも中もあるんでしょ。そうですね、ポケットですね、うん、このポケットの内側にもコーディラを貼ってますので、うんうん、ボールペンのね、芯とかを刺した出したままブスッてやっちゃうとどうしても穴が開いたりするんですけど、うん、これはもうそういった心配もないです。すごいじゃん、はい、これいいんじゃないですか。ありがとうございます。品番が、7015というセーターですね。ぜひともお願いします。